アルテンベイ県は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デトモルト行政管区のパーダーボルン郡に属す、町村である。アルテンベイ県は、エッケ山地の最陸、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園内の高度200メートルから400メートルに位置している。ベーザー山地が東側に伸びている。数キロメートル南には、ザウアーラントの東部が位置している。 1 5トル南西に、郡庁所在地のパーダーボルンがある。アルテンベイ建築を、ベイケ川が流れている。自然地域区分上ニーダーザクセン高地、オーベレスベイザーベルクラントのアルテンベイケナー、石灰岩山地に属す、この町の町域は、パーダーボルン高地の北部に連なり、エッケ山地中央部の盆地に位置している。エッケ山地は、西部の先山を含め、 中世代の砂岩、石灰岩、泥灰岩といった大石岩で構成されている。これらの岩は、この地域が湖に覆われていた白亜紀に形成された。これらの岩盤の表土は、流気や浸食の影響により、アルテンベイ県付近では西向きにわずかに傾いている。山上紀前期、特にムシェルカルク等の石灰岩や泥灰岩は、越山地の急峻な東斜面にあたる、 ホルンバート・マインベルクのケンペ辺地区とバート・ドリーブルクのノイ・エンヘールゼー駅とを結ぶ線上で主に見られる。三条期前期及び古生代の岩は地中深くに存在する頑丈な地盤に位置している。エッケ山地の西の先山地域や谷の部分は氷記の脆い岩で覆われている。ここには川によって砂や液が風によってオードが運ばれて堆積した。石灰分が溶解した結果、 カルスト化により、石灰岩や泥灰岩の陥没や洞窟が形成された。アルテンベイ県の地熱分布図中世代に形成された、白秋前期の摂理が生じた砂岩や、ムシェルカルク等前期のカルスト化した、石灰岩は地下水の公的な水路となった。その需要、貯蔵能力は、表皮の深い谷によって減在されている。 アルテンベイ県の飲料水の大部分は白秋前期の砂岩を通ったものである。ボラーボルン水源は約半量がムシェルカルク等前期の地層の地下水である。この他にアプール水源やザーゲタアルノイドで飲料水の取水が行われている。中世代の岩の一部は鉱物原料として利用されたが現在では採石は行われていない。エッケ山地の尾根に 石や岩石を多く含む砂状のポドゾルが広がっている。これは極めて栄養分が乏しく酸性度がとても高い土壌である。同様のポドゾルイコールブラウンの土壌構成はボラーボルンの北側に見られ、その南側は森に覆われた表記の王土からなるブラウンエルデの土地となっている。スタグノゾルの土地はアルテンウェイ県の外れ、シュバー内の南付近のわずかな部分に見られる。 この辺りは、牧草地などの緑地として利用されている、白亜紀の粘土を多く含んだ泥灰岩からなっている。アルテンベイ県の長域は、地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については、平野部では良好、越華山地地域では極めて良好な状態にある。グローセラントゲマインデに格付けされるアルテンベイ県の面積は、 76.22平方キロメートルである。土地の大部分は農林業用地で合わせて約89.8%を占める。南北軸の最大長は約19.9キロメートル、東西軸のそれは約8.9キロメートルである。アルテンベイ県は北はホルンバート・マインベルク及びシュタインハイム、東はバートドリーブルク、南は リヒテナウ、西はパーダーボルン及びバートリップシュプリングと境を接する。この町の基本条例によれば、アルテンベイ県は、アルテンベイ県地区、ブーケ地区、シュバーナイ地区の3地区で構成されている。3地区はそれぞれ地区長を有している。以下の表に、各地区の面積と人口を記述する。1、面積は、キューアムとアルテンベル県事のものである2、人口は、 2007年12月31日現在の外数であるアルテンベイムは中央ヨーロッパの穏やかな気候圏のア大西洋海洋性気候に属している。冬季は大西洋の影響でおおむね穏やかであり、夏季はかなり暑い。年間平均気温は約7摂氏8度である。ア大西洋性海岸気候によって年間を通じて比較的均一に降水のある。 出順な気候である。この町の長域に関する気象データはなく、隣接する市町村のデータを用いる必要がある。約8キロメートル北に位置し、高度が1 1 0メートル高いフェルトロム速攻所における年間降水量の長期平均値は 1258.8mm で、ドイツ全体の平均値よりもかなり多い。 約 12km 東に位置し、アルテンベイ県とほぼ同じ高度のニーハイム速攻所における年間降水量の平均値は 908.4mm である。平均気温は約 9km 離れたバート・リップ・シュプリンへの値であるが、この測定点はアルテンベイ県よりかなり高度が低い。平均日照時間は 12.5km 離れたバート・マインベルクの値である。 アルテンベイ県周辺の最も古い定住の証拠は新石器時代のものである。アルテンベイ県郊外の高台にいくつかの粉糾墓があり、クールボルンの水源地からは4000、5000年前のものと推定される石製のハンマーが1934年に発見された。興味深いのはこのハンマーが北イタリア製だという事実である。類似のハンマーが インスブルックのチロル州立博物館フェルディナンデウムに展示されている。このハンマーは、素材、戦力岩、ジャモン石、生産地、グリーンス、チロル、時代、紀元前3500、2500年頃とされている。アルテンベイ県へ向かう街道沿いから、ローマ時代の小額効果が数枚発見されている。このほか、1958年の下水工事の際に、 小さな低鉄が発見された。米圏という名称は、早くも1036年に文献に登場する。マインベルク市教がパーダーボルンのブスドルフ修道院に、ヘング、ブロック風船、エリネーレ、アセルンの文農場を含む、ベケナ荘園の10分の1税区を寄進した。首農場には、アムト・ベ圏の管理官が置かれた。その後、この荘園からベケン村が発展した。 13世紀初めに、市東会のハルデハウゼン修道院の修道士と、アルテンベイ県及びシュランゲンの住民たちとの間で、紛争が起こり、両村は破門された。両村の住民が、ドルハイムのハルデハウゼン修道院の荘園において、放牧地や森林の好みを共同利用することで合意したため、1211年に、パーダーボルン司教ベルンハルト3世が、この破門を撤回した。 この文書にアルデベ君から7人の立ち会い人が記名されている。これがアルテンベイ県の最も古い記載である。アルテンベイ県では1392年からエッケ山地から産出する鉱石の要項や木炭の製造が始まった。14世紀から新生ローマ帝国内にパーダーボルン大四教領が形成された。アルテンベイ県は1448年まで ハルデハウゼン修道院寮に属していた。1400年頃にペスト、木が戦争に苦しめられた。この頃にはパンはほんとんど買えず、それどころか不良な果実とか森や野原の草を食べていた。樹皮を調理し、家畜の餌を食べた。15世紀の初頭にケルンダイ司教がパーダーボルン司教の所領を奪取しようとしたため、パーダーボルン地方でフェーデが起こった。 この危険な時代に住民たちは小さな集落を離れて都市や大きな村に移り住んだ。このためアルテンベインとノイエンベインの間にあったキャザーバイク集落は廃村となった。フェーデにもかかわらずアルテンベインには農民、手工業者、鉱山労働者、中造工が集まってきた。この村は1448年にハルデハウゼン修道院から分離され、 教会の村、ノイエンベイケンが分割された。その直後に、鉄鉱石の溶鉱炉が設けられた。農場は、ブスドルフ修道院に対して10分の1税の、納税義務を負っていたが、農民は、パーダーボルン市教領主に隷属した。継続的な農業が、市教区に高い税収をもたらすため、市教領主は、農民の健康に配慮した。 1672年のモノメンタパデボーニンズワに描かれたアルテンベー県16世紀末にパーダーボルン地方はオランダの貴族に襲われた。彼らは住居を蹂躙し住民を拉致した。このため1593年にパーダーボルン地方に数多くの射撃協会が設立された。1595年にオランダ人がこの地方を再び襲ったが、 司教が3000帝国ターラーを支払うことで手を引いた。その2年後アルテンウェイ県の射撃隊が防衛に参加していたデルブリュックをオランダ人が襲撃した。この頃地域協力協定が結ばれた。1607年に鉄鉱石の採掘が再行され、1610年に新しい製鉄所が建設された。1615年にはアルテンウェイ県のふもとに 新しい炭造工場が設けられた。30年戦争の時代、特に農民たちは苦境に立たされた。工作されなくなった農場の地主はその土地を子供たちに分配し、これにより多くの小規模な農家が生じた。ベスト・ファーレン条約によって戦争が終結した後、アルテン米圏イ県の農民たちは、毎年一シェフフェルのカラス麦をノイエンウイ県の教区教会に収めることとなった。だが、 それ以前の時代に農地が分割されており、生産効率が悪化していた。このため市教は1652年と1655年に土地の分割に関する新たな法令を発し、農地の一体性を保持した。1720年にも新たな法を制定している。17世紀の終わりにアルテンウェイ県のための最初の教区学校が設けられたが、 授業が行われるようになったのは1717 17年からであった。学校施設や教員の放給は教区組織がまかなった。1756年2月18日と1757年1月19日にアルテンウェイ県で地震があった。同年8月には7年戦争の影響がこの村に及び住民を苦悩と貧困に追いやった。飢餓のために大勢が死亡し、 家屋が破壊された。1766年5月、突風が吹き荒れて多くの建物に被害が出た。6月には泉も枯れるほどの干ばつが起きた。この干ばつは翌1767年1月まで続いた。同じ時期に再び地震があり、建物がひび割れた。1769年に市境領内で最初の火災保険が提供された。 この頃多くの家は藁葺き屋根であった。石の屋根の家は一年間保険に加入できなかった。1803年に帝国代表社会議主要決議に基づきプロイセン領となったことで司教領主による土地所有は終焉した。プロイセンは新たな行政組織を命じ、領域は軍に分割された。アルテンベインはパーダーボルン軍に属した。 1811年12月23日の法令により、農民たちは十分の一税を現金で納めなければならなくなった。この頃多くの農場は戦火により借金を抱えていた。労働者は鉱山や製鉄所で賃金を得ていた。農地の強制競売がある天米県でも行われた。その後も強作によってこの村に、さらなる困窮と飢餓がもたらされ、誰も、 村長をやりたがらない状態となった。アルテンベイ県は1815年から最終的にプロイセン王国領となった。ナポレオン時代、この村はベストファーレン王国、ヘクスター県のカントンドリーブルクの一部であった。この頃のアルテンベイ県の人口は650人であった。1871年以降はドイツ国の一部となった。1851年7月8日から、 約1600人の労働者を使って、アルテンベイ県からバールブルクへの鉄道建設が始まった。これにより地元の飲食店や商人の売り上げは目に見えて増加した。1858年までに人口は956人から1090人に増加した。1853年7月21日にこの路線が完成すると、渡りの労働者たちはこの街を離れ、 商店の売り上げは再び減少した。町の住民がますます貧困になり、物乞いとなる状況に対して、1856年に貧困対策会が結成された。1861年から1864年まで、レーベルクトンネルの建設が行われ、クライエンゼンへの鉄道路線と結ばれた。1864年にアルテンベイ県の駅が完成し、 人口は1300人となった。1872年にハノーファーへの路線が開通し、1895年には立平地方に至るヘルフ・ヒン・ミヒハウ全線も加わった。アルテンベイ県は重要な鉄道路線のりえ駅となった。この町には鉄道職員やその他の職業の人々が定住するようになった。1901年12月20日、 アルテンベイ県での鉄道事故で12人が死亡した。第一次世界大戦では、この町の307人の男性が軍役についた。これには48人の鉄道職員も含まれていた。鉄道施設及び高架橋の監視のために220人の兵士がアルテンベイ県に駐在した。町の工場や学校は閉鎖された。81人の兵士が鉄十字勲章を受勲したが、 54人は国境に戻れなかった。1920年代のインフレーションにより、製鉄所も経営危機に陥り、100人の労働者を解雇しなければならなくなった。鉄道関係でも208人が職を失った。1924年の火災では4件の家屋が消失した。製鉄所は最終的に1926年に創業を停止した。このため、 失業率は大きく増加した。1933年1月30日にヒトラーが首相に指名された後、同年2月15日に NSTP 支部グループが発足したが、わずかな住民が登録しただけであった。その後、多くの住民が NSTP の組織に参加し、学生たちはヒトラーユーゲントに加盟した。9月1日のポーランド侵攻後、 鉄道施設と関連建造物監視のために80人の兵士が駐在した。空襲に備えて6機の降車砲が配備された。1940年8月、捕らえられたフランス人が射撃ホールに収容され、製材所や鉄道整備工場で強制労働に使かされた。1940年7月15日のバート、リップ・シュプリンゲの空爆で高架橋に隣接する。 放射砲台が破壊された。全部で5回発令された全警報の最初は1944年9月13日のものであった。翌月15日、兵器を搭載した9機の戦闘機と40発の営パラシュート爆弾によってアルテンベイ県駅が初めて攻撃を受けた。しかし、爆薬を搭載した車両2両が炎上し、 数件の家屋が軽い損傷を受けただけであった。1944年11月26日の教会でのミサの時間に最大の攻撃が行われた。最高レベルの警報の後、高架橋の線路を目標に400発の爆弾が投下され、5発が建物を直撃した。火災により12件の家屋と、正十字架礼拝堂が甚大な被害を受け、 二十七件の家屋が全壊した。三日後に高架橋に対する二度目の攻撃が行われ、二十二人が死亡した。死亡者のうち十五人は高架橋の修復に従事する作業者であった。修復工事はこの二回目の攻撃後も新たに進められた。鉄道に対する三度目の攻撃は九百四十五年二月九日で約二百発の爆弾が投下されたが、 この攻撃は失敗に終わった。1945年2月22日14時頃、高架橋は4度目の攻撃を受けた。最後の攻撃は1945年3月30日であったが、わずか2発の爆弾が投下されただけであった。1945年4月3日、アメリカ軍はすでにノイエンベイケントホルンの一部を占領していた。4月4日13時頃、 SS と国土防衛隊がアメリカ軍に対してわずかな抵抗を示した。この戦闘の後、アメリカ軍はアルテンベイ県を占領した。4月5日にはさらにドリーブルクとブラーケルを経てベーザー川まで進行した。5月10日、駅はドイツ鉄道に引き渡され再建が始まった。1年後には仮営業が再開された。 1945年から1949年まで、アルテンベイ県は、イギリス管理地域の一部であった。1946年から、ノルトライン・ウェストファーレン州の下部に置かれ、1949年から、ドイツ連邦共和国の一部となった。1946年9月15日、ヨーゼフ・ドリラーが、フランツ・フォルクハウゼンの公認として町長に、選出された。 アルテンベインの行政機関は長い議論の末、1947年初めにこの集落に移された。1921年5月にバートリップ・シュプリンゲは都市を宣言し、アムトリップ・シュプリンゲは廃止された。他の自治体アルテンベイン、ノイエンベイン、ベンハウゼン、マリエンロー、ブーケ、シュバーナイは新たにアムト・アルテンベインとして統合された。 行政機関ははじめバートリップ・シュプリンゲに止められていたが、1947年にアルテンベイ県に移転した。ザウアランとパーダーボルン法によって1974年12月31日の満了をもってアムとアルテンベイ県は廃止された。旧アルテンベイ県町は1975年1月1日にブーケ及びシュバーナイト合併して新たな自治体、アルテンベイ県となり、 廃止されたアムトの権利継承者となった。旧アムトのベンハウゼントのイエンウェ県はパーダーボルン市に合併した。マリエンローはこれ以前の1969年にすでにパーダーボルン市に併合されていた。かつてパーダーボルン市教区に属していたため、アルテンウェ県の住民は伝統的にカトリック信者が多数派である。1448年までこの町のカトリック組織は ハルデハウゼン修道院に属しており、その後のイエンベ命県教区に編入された。司教ヘルマン・ベルナーは1692年4月23日の文書でのベ命県の礼拝堂を分離し、教区集落部家に編入した。この礼拝堂は18世紀にジョニー主催座に昇格された。ジョニー主催館は1764年に、 建設されたが、ジョニ司祭は1774年に着任した。独立した教区を設けようという試みは、3回、失敗し、1894年の4回目で上手した。アルテンウェイ県は、新しい教区設立のために、ブーケの教区に3000マルクを弁祭し、さらに毎年25マルクの制御費を支払っていた。1905年に、聖十字架教会が建造された。 地元住民が、アルテ・キルヒエと呼ぶ場所に、数年前に、墓地ホールが増築された。墓地に礼拝堂が建設された後、このホールは、聖具室に改築された。現在は、パーダーボルン広塚サ教区、パーダーボルン主席主催区のエッゲ守牧会に属す三つの、教会が組織されている。アルテンベイ県の聖十字架教会、ブーケの聖ディオニシウス教会、 シュバーナイの洗礼者聖ヨハネ教会がそれである。1934年3月23日の焼け落ちた福音主義教会1888年、アルテンベイ県には1285人のカトリック信者、104人の福音主義教会信者、11人のユダヤ教徒がいた。1900年12月に福音主義教会が建設され、 1901年11月14日に剣道された。この教会は1934年3月22日に外壁まで焼け落ちた。この年の11月11日には早くも再建が始まり、1935年7月14日に剣道された。第二次世界大戦後の人口流入によって福音主義信者の比率が増加し、1946年5月に ヒルフスプリティジャー職が設けられた。現在アルテンベイ県、ブーケ、シュバーナイの福音主義教会は、バートドリーブルクの教会に属している。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、ブラーケルの学生に対する所属宗教団体の調査である。この調査によれば、2006年、2007年の学期では、学生の33.3%が、福音主義。 54.9%がカトリック、2.2%がイスラム教に所属した。3.5%がその他の宗教、または無宗教であった。鉄道産業が起こる、以前のアルテンベイン村の発展はゆっくりとしたものであった。1448年の人口は約300人、7年戦争の時代に約600人という具合であった。 1851年の鉄道建設とこれに伴う後継期により人口は顕著に増加した。以下の表の数値は、1836年以前は記録に残る自己申告値、1836年から1970年及び1987年は人口調査結果、1975年以後はノルトラインベェストファーレン州。 情報技術局統計部門の公式な推計値に基づいている。1975年から1985年までの数字は推定値。1990年以降は1987年の人口調査結果に基づく研究値である。当時の長域内の人口水位現在の長域に当たる範囲の人口水位人口調査結果、アルテンベイ県の 町役場アルテンベイ県の町議会は2015年現在28議席で構成されており、これに町長が議長として参加する。2020年の町長選挙ではマティアス・メラースが67.72%の票を獲得して町長に選出された。前任者のハンス・ユルゲン・ベッセルスは1999年からアルテンベイ県の第1町長を務めていた。彼は セディが多数を占める町議会と対抗しながら公務を執行している。2014年の町長選挙では第1回投票で52.4%の支持票を獲得して町長職を保持した。一方、町議会もセディが多数派を保持した。第二次世界大戦以後の歴代町長以下に歴気する。アルテンベイ県は デトモルト行政管区長官からの文書によって1976年12月3日に紋章の使用権を授与された。ズンガラ、青地に4本の橋脚を持つ金の高架橋紋章に描かれているアルテンベイ県の高架橋はこの町の象徴的建造物である。この高架橋はフリードリヒビルヘルム4世の地世に2年の後期と52万9千ターラーの公費を費やして開通した。 この橋は当時ぞっとするほど深い四つの谷をまたぐ黄金の橋が現れたようだと称賛された。現在この橋は近代的なイルミネーションによって夜になると黄金の光を放っている。1976年12月3日のデトモルト行政官区長官の文書は上りとして旗を使用することも許可している。旗の図柄。 長編に沿って青地と黄色地に2分割。上りの上部は黄色地で町の紋章が描かれている。ベトン公園の姉妹自治体記念碑この姉妹自治体協定は1993年7月16日にアルテンウェイ県の栄華博物館で同年10月9日にベトンで署名された。この際、両町の相互訪問を推進するために発足した。 ドイツ・フランス友好サークル、アルテンベイ県イコールベトンは解散したが、友好都市関係は継続しており、友好サークルの業務は町当局が引き継いでいる。エッケ博物館文化ビューロアウルは、西部ドイツ放送と一部協力して、数多くの著名な芸術家をアルテンベイ県に招聘している。2006年、2007年シーズンには、マルティナ・シュバルツマン、ライナルト・グレベ、ガビー・スター、 ビグラフ・ドロステ、フォルカー・ピスパース、ファティフ・チェビコル、パウル・ミルンスがアルテンベイ県に出演した。会場は、エッケ博物館が扱われている。この会場では WDR カバレットフェスト2007も開催された。アルテンベイ県の古い木組建築に、1976年にエッケ博物館が開館した。 ここでは主にアルテンベイ県での鉄の採興と精錬が重要であった時代の文物が展示されている。アルテンベイ県の3つの地区にはそれぞれ多くの音楽クラブが存在する。特に音楽隊の活動は青少年活動と強く結びついており、地元の祭りやイベントの半径となっている。1908年創設のガルグレナディーレ、1919年創設の アルテンベインバーンオーケストラ、1949年に設立された第8フザーレンブーケトランペット隊、1901年に太鼓と吹奏楽の音楽隊として結成された、ブンデス出演ガルデ音楽隊、シュバーナイ、2003年に公式に結成された経意人、キュラシーレアルテンベインガール。アルテンベイケン火科教官公面では、1853年に完成し、 保護文化財に指定されているアルテンベイダカ華鏡が有名である。街の紋章にもその姿が描かれている。印象的なこの橋は、長さ482メートル、高さ35メートル、24のアーチに支えられて、ベイケカーの谷を渡る。この橋は、ヨーロッパ最大の石灰岩製橋梁である。1944年11月と1945年2月に、 爆撃によって破壊された。運行が再開されたのは1950年10月のことであった。ノイエンベー県方面にあたる西約3キロメートルに小高河橋がある。アルテンベー県からランゲラントへ向かう長さ1 6 3 2ルのレーベルクトンネルもこの町の鉄道関連建造物の一つである。このトンネルは1864年10月1日に 公式運行を開始した。聖十字架礼拝堂は1669年建造のバロック式ホール建築で、もともとは天井にボールトが設けられていた。第二次世界大戦でボールトは破壊され、剥き出しの平ら天井が採用された。内部には18世紀の十字架群像や聖母子像が祀られている。アルテンベイ県にはベイケ川を動力とする。 古い作輸水車も存在している。記念機関車貨物機関車044389から、今はこの町に記念物として展示されている。1976年まで、アルテンベーイ県近郊の路線で、重い貨物列車を牽引していた機関車で、この町が発展した蒸気機関車時代を象徴するものである。 展示されたのは1977年で、それに先立ちかつての機関車工場で関係者によって修復がなされた。遠隔1976年にドリーブルガーグルントのレジャーパークが完成した際、当時の町長アントン・フィンケはここに子供たちが楽しめる洋機関車を設置することを提案した。起業家アントン・ドリラーは本物の機関車を購入し、 展示するのに必要な金額を1万ドイツマルクと試算した。上議会議員として、この会談の場に居合わせた、当時のドイツ機関宿組合初期のルドルフ・コフホは、組合代表のフランツ・ボルフにこの旨を放し、民伝の中央局に費用の見積もりを要請する書簡を送った。これらは、やつぎばに行われた。当時の町の事務長、ハイン・リヒミテーや、鉄道会社の経営人も、 この企画に対する協力を表明した。オットベルゲンの機関車044389が選ばれて1976年12月10日に 14,800DM プラス11%の付加価値税で譲渡された。購入、修理、補修、運搬に要した総額は約4万 DM であった。この費用はすべて寄付で賄われた。地元の国民銀行は 購入費用の 16,800DM を寄贈した。展示場所は、博物館近くのかつて平タンヤ工場があった広場が選ばれた。機動施設は、技術長ロナルト・ランゲとその同僚たちによって、移設された。1977年10月14日、この機関車は、最後の旅に出た。普段はボイラーを焚いてその上を通っていた、高架橋のアーチの下を、 パーダーボルンからの重貨物車に乗せられ通過した。その後、この機関車は主力機関車としてルドルフ国保の指導下で整備、保護されている。アルテンベイ県には公式に登録されている公園はない。アルテンベイ県には2つの自然保護区の一部がかかっている。総面積約1871ヘクタールのエッケノルト地区と広さ1.9ヘクタールの アルテンベイ県西部の大高架橋沿いの行動である。アルテンベイ県には幅広いスポーツ分野をカバーする一般スポーツクラブが4つある。さらに3つの射撃協会、2つのバレーボールクラブ、2つの女子水泳クラブ、ドイツ人命救助協会支部、テニスクラブ、ランニングクラブが各1つある。スポーツクラブの多くはアルテンベイ県スポーツ連盟を形成している。 アルテンベイ県には2003年から2年ごとに鉄道、文化祭、ビーバとビアドゥクトが開催されている。この他に聖ゼバスティアン射撃兄弟団アルテンベイ県が主催する射撃祭が毎年行われている。聖ニコラウスの日には1948年からバーン、ゾツヤルベルクが開催されている。ニコラウスパレードでは聖ニコラウスは伝統的に機関車で駅にやってきて、 その後、マルクト広場に着くとそこで、子供たちにプレゼントを分け与える。ラジオ放送 WDR5 は、不定期な感覚でキャバレー及び娯楽番組、ロブデア・プロビンズを週末に、アルテンウェイ県から放送している。パーダーボルン地域では主にライ麦と、わずかに小麦が栽培されている。これらからパーダーボルナーブロッドが作られる。ライ麦と小麦を三一で混ぜ、酵母を加えて、 木製の発酵を受に入れる。一晩熟成させた後、翌日に、これを焼く。アルテンベーイ県駅道路東西を結ぶ、最も重要な交通路が、連邦道 B64 号線である。この道路は、ブーケ地区を通っており、アルテンベーイ県を、ヘクスター地域及び、パーダーボルン地域と結びつけている。このほか修道 L828 号線が通っており、北は、 デトモルトに至り、南はバールブルクに通じるアウトバーン A44 号線に接続する。修道 L755 号線はパーダーボルン及びヘクスター方面に至るもう一つのルートである。アウトバーン A44 号線及び A33 号線とは約 15km 離れている。鉄道及びバス路線アルテンベイ県駅は 広域旅客路線デュッセルドルフハムカッセル、エアフルトライプツヒドレスデン線とデュッセルドルフハムカッセルミュンヘン線との乗り換え駅である。近郊鉄道には以下の路線がある。アルテンベイ県付近の鉄道路線図、アルテンベイ県地区及びブーケ地区と上級中心都市パーダーボルーンとはバス路線 R31 で結ばれている。このバス路線は 平日は1時間間隔で運行している。シュバー内地区はバス路線201を利用する。アルテンベイ県はパーダーンボルンヘクスター近郊交通連盟の管轄区域に位置している。空港約 30km の距離にあるパーダーボルン、リップシュタット空港には国際便が離着陸する。アルテンベイ県のニュースは2つの地方紙、ベストファーレンブラット及びノイエベストフェリシエンで、 知ることができる。パーダーボルン大司教本部は年4回、パーダーボルン軍及びヘクスター軍向けに郷土史、文学、芸術などの記事を掲載した機関紙、ディーバルテを刊行している。さらに、アルテンベイ県、ブーケ、シュバーナイ向けに行政からのお知らせ、地域の情報やクラブのお知らせを掲載したエッケルントブリックが毎月発行されている。アルテンベイ県は、 ローカル放送局ラジオ放ホ,ホシティフトのサービス提供エリアに含まれている。公共のラジオテレビ放送は西部ドイツ放送のビーレフェルトスタジオがあり、パーダーボルン地域事務所がアルテンベイ県を管轄している。アルテンベイ県にはケーゲルバ射撃場を有し300席のスポーツイベント会場にもなる多目的ホールエッケハレがある。このホールは 地元クラブの活動拠点となっており、また、スポーツイベント、コンサート、世俗祭に利用される。このほかアルテンベイ県には、町営の屋内プールがあり、ドリーブルガーグルントには、子供広場や、石製のグリール場がある、余暇施設がある。アルテンベイ県の消防団は、アルテンベイ県、ブーケ、シュバーナイの3つの消防隊で形成されている。 エッケシボク連合に属すカトリックの教区組織は、三つの地区それぞれに教区図書館を運営している。アルテンベイ県学校センターこの町には、全日制の基礎家庭学校が一校、本家庭学校が一校ある。これより、上級の学校は、隣接するバートドリーブルクには、聖、クサバーギムナジウムが、ノイエンヘールゼには聖、聖カスパーギムナジウムがある。 2014年のこの町の学校には25人の教員と合わせて369人の児童、生徒がいた。このうち85%が基礎家庭学校、15%が本家庭学校である。アルテンベイ県市民大学はパーダーボルン市民大学の分校であり、成人教育を行っている。早期教育についてはアルテンベイ県とシュバーナイニカトリック教会が運営する。 幼稚園が4園ある。また、ブーケには町が運営する定員75人の託児所がある。アルテンベイ県には中小企業があるが経済構造は成熟していない。大企業は存在しない。全人口に対する就業率は約9%でパーダーボルン郡の全市町村中最低である。その原因は旧ドイツ連邦鉄道及び ドイツ連邦郵便の大量退職者である。この町に住む社会保険支払い義務のある労働者の大部分は他の市町村に通勤している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。